で俺感動したのはねミーシャね。ミーシャはねあの3週間前にあの馬から落っこっちゃって肋骨骨折しちゃって、でそれを押してですね歌ったんだけど立派でしたよね。でミーシャってねすごいんですよ。長崎生まれで、あの家族が全員お医者さんなんですよね。でお父さんがあの医者になるのはあの長崎の孤島で診療所を志して医者になったらしいんですよね。でお兄さんは内科医になって、でお姉さんは歯医者なんですよ。で本人は名医者にならなくてミーシャになっちゃったんですよね。よかった。冬だから滑るかと思ったんだけどよかった。そこを出るとすぐ海なんですよ。で海でね、お土産屋さんがあって、お土産屋さんというか屋台でね、で海女さんの格好してるんですよ。で海女さん可愛いんで、多分これバイトだろうなと思ってね、君たちプロの海女って聞いたんですよ。そしたらね、モグリだって言われました。なくなりそれでも己を奮い立たせて